メーション。有馬富士自然学習センター剛くん情報、有馬富士公園の驚き発見いっぱいの自然情報、そして楽しいイベントや展示情報などご紹介いただく番組です。毎月第3水曜日のこの時間にお送りしています。今日は障害学習支援課学習指導員の中峰さんお越しいただいてのお話です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて今日はですね、まずはいつものように有馬富士の今の状況などをご紹介いただきたいんですけども、はい、もう冬真っただ中というか、はい、もうそろそろ春来るんかなって感じなんですけども、そうですね、暦では春ですけどまだまだ寒いですよね。はい、続いてるんですけど、この2月の半ばぐらいからですね、実は活動を始める生き物がいましてですね、そうなんですね、はい、2月半ばぐらいから動いてますか。はい、はい、どういうものでしょうか。それがですね、一つはアカガエルというカエルの仲間、はいと、それからもう一つはですね、霞山椒魚っていう、はい、オオサンショウウオはね、有名で、サンダのね、川にもいますけれども、はい、そのサンショウウオの仲間でちっちゃい、小型のサンショウウオで、霞山椒魚というのがいまして、で、そうですか。このどっちの種類もですね、山際の水たまりだったりとか、あと、はい、ちょっと水のたまった湿地とかですね、はい、あとは田んぼの横のこう水路があったりするんですけど、はいはい、ああいうところに、卵を産むんですね、でそれを産卵する時期がちょうど今ぐらい、2月の半ば以降ぐらいにからも卵を産み始めるので、今活動を始めているというです、ね、アカガエルとそれからカスミサンショウ、はい、カスミサンショウで、アカガエルはですね、2種類いるんですけれども、有馬富士公園では、日本アカガエルっていうのがよく見られます。あ、そうですか。ね、もう1種類の方は多分もうちょっと山手の方に行くといる山アカガエルというのがいるんですけれども、有馬富士は日本アカガエルがほとんどです。そうなんですね。はい、で今日ちょっとね、皆さんにお見せできないんですけど図鑑を持ってきましたので、ちょっと、はい、じゃあちょっと私代表して、はい、見ていただいてと思います。アカガエルはこんな、文字通り赤いですね。そうですね、小豆色とかちょっと茶色い感じの、はい、でも今のこの土に同化するような感じですね。そうですね、ちょうどそうですね、敵から守られてるんですね。じゃあもう冬眠から覚めていち早く活動しているということなんですか。ただね、卵を産むとまた冬眠というか、ね、春眠といって5月ぐらいまでまた休むみたいなんですけど、はい、あ、そうですか。ちょっとこの時期だけにこう出てきて、卵を産んで、でまた休みに戻るというか、ね、あ、そうなんですね。はい、じゃあちょっと一時的に目を覚ましている。そうですね、他のカエルはまだ寝ている。そうですね、だいたい、種類にもよりますけど春以降に産卵するやつが多いかなと思いますね。あ、そうですか。ちょっとこうパラパラとめくりますと、はい、水辺の中にちょっとこれは産卵している様子ですか。そうですね、これはちょっと卵を産んでるところですけど、はい、あ、これはなんか透き通った状態になってますけど、後ほどねこの辺りはゆっくりご紹介いただこうと思いますが、はいはい、それからもう一つが霞山椒、おっしゃってました、はい、がこういうそのちょっと繁殖期にこうおぽが黄色くなる、あ、ちっちゃい15センチぐらいですかね、はい、15センチぐらいなんですか全体が。15センチもないですかね、12センチって書いてますね。あ、はい、はい、時点でそう書いてますね。大きいので12センチ、はい、あ、本当にオオサンショウから比べるととても可愛らしいですね。これも産卵のために、はい、もう今もうこれはもう今日も確認してきましたので、卵嚢がいくつか、よく行くところにはもうすでに産卵始まって、あ、そうなんですか。はい、日本アカガエルも今日ちょっと見に行ったんですけど、もう今日は、ね、まだちょっと早かったみたいで2つしか見つけられなかったんですけど、でももう2つ、はい、もっと本当はもういっぱい、あ、そうなんですね、これから、はい、生まれますので。あ、そうですか、はい、分かりました。今じゃあそれぞれの霞山椒魚と日本アカガエルどんな形をしているのか見せていただきましたが、霞山椒魚って鳴き声とかは、霞山椒魚は、ね、鳴かないんですけど、鳴かないですか、はい、日本アカガエルの方はちょっと変わったというか、変な声で鳴くので、珍しい、はい、あ、じゃあこれも今日は聞かせていただけそうですか。そうですね、はい、今日は持ってきましたので。確かに珍しいカエルのようではなく、変なというか、高い鳥みたいな感じもしますし、多分ね夜に鳴いてるんでね、あんまり聞く機会ないんですけれども、あ、夜この声聞こえてきたらちょっと変ですね、なんか。でも
で聞き覚えがあるような気もしますので、これを変えるとは意識しない、はい、していませんが、この声は音というか声として聞いた覚えがあるような気もしますね、はい、キャ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 という感じの、ね、ちょっと高くて、はい、あ、そうですか、これが日本赤ガエル、はい、日本赤ガエル、じゃあその聞こえてきたあたりに安全にもし見られるようだったら、もしかしたら卵が、そうですね、はい、この卵はどんな様子なんですか。ですね、まあ、産みたてはこうボール状で、産んですぐぐらいはまあちょっとおにぎりぐらいの大きさなんですけれども、はい、だんだん水を含むと寒天質が、透明の寒天質がこう膨らんできて、でその透明の寒天質の中にこう黒い卵が入っているのが粒々がいっぱいある感じですね、はい、どんどん大きくなっていくんですか。そうです、まあ、最終的にはこうただ普通サイズで、そう、両手ですくうぐらいというか、まあ、大きめのお茶碗、大盛りご飯一杯ぐらいの大きさにまで水汲められます。結構大きくなりますね、はい、でその中に黒い粒々がある、黒い粒々が卵が一個ずつ入ってます、はい、日本赤ガエルの卵、はいはい、そして先ほどおっしゃった霞山椒魚、はい、これはどんな卵？これはですね、もうバナナみたいな形で、はい、もう大きさどれぐらいですかね、多分ね、大人の小指から人差し指ぐらいの長さ、はい、まあ、もうちょっと長いのもありますけど、まあ、人の指ぐらいの長さで、バナナみたいな形したのがこう、はい、そういう落ち葉にくっついたりとか枝にくっついたりして、はいはい、水の中に透き通っているんですか。そうです、ちょっと、まあ、そうですね、中の卵は見えますんで、はい、透き通って、そういうその房状のやつがその中に数十個から、まあ、大やつの100ぐらいらしいんですけども、すごいですね、はい、あの卵が入ってます。あ、じゃあそれがちょうど今活動して、はい、そうですね、はい、今産卵期ということで、じゃあ山椒、霞山椒魚もまた春眠ですか。いや、あ、そうですね、どうでしょうね、3月ぐらいまではね、なんか生態見かけるんですけど、もう多分そのまま、はい、山に帰って、そのはっきりとその春眠とかしないかなと思います。じゃあ霞山椒魚は、はい、結構早起き。そうですね、早起きでそのまま、そのままもうあんまり多分普段からあんま活動してないと思うので、じっくりと、はい、じっくり、はい、じっと素早くは動かないタイプですか、はいはい、その卵が、帰ってくるのがいつぐらいでしょうね。陽性になるというか、まあ、卵を買えるのはもう3月にはもう終わりにはもう帰ってると思うんですけれども、はい、そのままオタマジャクシのような、まあ、形の陽性で育って、はい、霞山椒は多分ね7月の上旬ぐらいにはもう上陸して出てきます、で日本アカガエルの方はもう5月とか6月になるともうちっちゃいオタマジャクシになって上陸して、まあ、またもう山に帰っていってですね、なるほどね、はい、その両方に住むので両生類という ね、 そうですね、はい、習った覚えがありますけれども、はい、海にも陸にも水にも陸にもということで、はい、そして先ほどちょっと打ち合わせで伺ったら霞山椒魚、まあ、これはなかなか一般的には飼うことはできませんが、研究 で、 で、ね、はいはい、ちょっと展示するのにとかで、昔にちょっと買ったことがあって、学習センターで、で共食いするのでこう1匹ずつ分けて飼うん、共食いやっぱりするんですね、ちっちゃくても、はい、でだんだんね、その慣れてきてこう足生えてくるとこう、はい、餌やるときにね、こう頭上げる、こっち見上げるようになるんですけれども、かわいいですね、かわいいそんで冷凍アカムシとかこうピンセットで持って、はい、口元持っていったらこう餌くれると思って、まあ、食べるんですけれども、でもそのうち僕近づいていただけでこう顔見上げて、わかるんですね、わかる、見上げて、見上げすぎてこうそのままひっくり返ったりとかよ、それかわいらしいですね、なんか、ああ、はい、そうですか。じゃあやはりすごくこう人慣れもするという、そうですね、なんかもう餌くれるって分かったらちゃんと、ね、はい、よく生物の生態でその卵から初めて生まれた時に会った人人というかそのものを親と思うのでという、はい、そのあたりの親しみかもしれませんね。あ、そうです、まあ、それは多分ね、もうちょっと知能のあるというか鳥とかはそう思って、これはそんなことないと思います。そうなんですか、はい、でも餌を、ただ餌くれるからもう、でも分かるんですね、はい、で必ず中峰さんというふうに認識して、いや、そんなことないですよ、ピンセットに反応ですか、ピンセットか人影に反応してるのか、はい、そうですか、なかなか可愛らしい生態ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ今の有馬富士の様子、はい、ちょうど活動し始めて、産卵時期に来た霞山椒魚、そして日本赤ガエルご紹介いただきました、はい、それでは今度はイベントなどの
のご紹介ですね、はい、お願いいたします。はい、先ほどの話にも通じるんですけれども、一つはですね、キピ山の生態学実習というのを、はい、通年の講座をやっていまして、はい、これは小学校3年生から6年生までの子どもたちが対象です。はい、で1年を通じてですね、有馬富士の中だけにとどまらずですね、いろんなその生き物と自然の関わりを観察して学ぶという講座です。はいはい、で当然さっき言った今ぐらいだったら、日本アカガエルとかカスミサンショウを観察したりもするんですけれども、他はですね、オオサンショウウオとか見に行ったりとか、はい、福島大池のプランクトン観察したりとか、福島大池のプランクトンね、はいはい、観察したりします、ね、これはどのようにして観察するんですか。オオサンショウは実際こう見に行って、生息地に見に行って観察なんですけど、ちゃんとこう、そうですね、はい、会えますか。はい、会えるところがあって、やっぱりポイントがあるんですね。はい、その最終許可をもらってる人と一緒に行くので、その取ってもらってですね、でそれで上陸させて、ちゃんとその方許可、はいはい、許可、天然記念物なんで、なかなかこう直接触れたりできないんですけれども、いけないんですか。はー、じゃその許可を持ってらっしゃる方に、はい、触ってもらって、触って取ってもらって、僕らが観察してという、そんな感じの機会かなと思います。せっかくね、サンダに住まれてるんやと思う、サンダ自慢の生き物の一つやと思いますので、綺麗なところしか住まないって、聞いてますのでね、オオサンショウウオ、そして今度そのプランクトンはどのような観察。プランクトンはですね、学習センターに顕微鏡がありますので、はい、多分一人一台ずつ見れると思いますので、そのぐらいたくさんありますか。はい、でそれでプランクトンネットというので、こうプランクトンを採取して、はい、でそれをみんなで見るというのをしたりとかですね。そうですか。はい、もうとにかくこう、大学で、よくこう生態実習とか生物の観察とかする、それをこうもじったような内容でも、とにかくいろいろもうキノコとかもですね、はい、鳥の観察とかもしますし、そういう有馬富士とかその近くで見れる生き物をこうちょっと深く見れるような、そのシーズンシーズンの研究をさせていただける体験を、はいはい、これは毎月され、毎月1回、はい、第2土曜の10時から午後2時なんですけども、もう決まってるんですね、はい、毎月1回第2土曜の朝10時から午後2時ま で、はい、で対象が小学校、先ほどおっしゃった3年生、一番こう興味の出てくる時ですね。そうですね、はい、これは申し込んで、そうですね、はい、はい、分かりました。応募方法などのあれば、ですね、一つはイベント情報というところに、はい、学習センター有馬富士で、毎月発行しているイベント情報に、詳細が載っているんですけれども、応募用紙はですね、学習センターに置いていますので、でその応募用紙に必要事項を書いてもらって、で、お名前とかですね、住所とかと、あとそのこんなことしたいとかですね、好きな生き物のスケッチとかをこう応募用紙に書く欄がありますので、それを書いてもらって、で応募していただきたいなと思います。そうですか。生き物の大好きな子どもさんにとってはものすごい、はい、研究対象といいますか、ね、はい、詳しくさせていただける、ということですね。今回じゃあ2月の活動はもう終わりましたか。第2話は、はい、そうですね、今度は3月の申し込みが始まってますね、はいはい、この締め切りとかはあるんですか。ですね、3月というか、もう年間通じた講座ですので、来年度の、はい、分の募集なんですけれども、今はじゃあもう来年度、はいはい、そうです。そうなんですね、はい、で締め切りがですね、3月22日に必着です。そうですか、はい、わかりました。応募用紙は、学習センターの方にあるということで、はい、いろいろお問い合わせなどはどちらにすればよろしいでしょうか。もう詳しくはですね、三田市有馬富士自然学習センターの電話番号がですね、079-569-7727、もう一度お願いします。はい、有馬富士自然学習センター 079-569-7727 です、はいはい、ありがとうございます。はい、まずは年間を通して毎月第2土曜日朝10時からお昼過ぎ2時まで、いろいろと生態学の実習ができるこの講座、年間のメンバーを今募集中ということですのでね、はいはい、興味のある方はぜひお問い合わせなどして、はい、用紙も、有馬富士学習センターの方にもらいに行っていただきたいと思います。はい、続いての話題は何でしょうか。はい、もう一つイベントなんですけれども、はい、ウィークエンドセミナーというのは毎月、ここでも紹介させてもらってますけれども、
ちょっとこの事業自体が今年度で終わりなので、本当の最後の最後の、あらあらあら、あのちょっと来年度から形変えて、はい、別のスタイルでしますので、そうなんですね、はいはい、でそれがちょっとタイミングよくというかですね、最初に冒頭でお話しした、あの日本アカガエルのタマジャクシと、はい、霞山椒の幼生を観察しに行く、セミナーをします。早春の生き物探しというタイトルなんですけれども、これがですね、日時が、3月22日の日曜日です、時間は、午後1時30分から午後3時頃を予定しています、じゃあもうお昼ご飯が終わった1時30分から3時まで、いろいろと観察するセミナーがあるということですね、これはどのようにすればいいんでしょうか。申し込みはですね、往復はがきに、なんですけれども、ちょっとお手間取らせてしまいますけれども、往復はがきの方が後々こもシュレッダーかけてしまったらもう消えてしまいますの でそれでいつも個人情報のことでね、ちょっとあの古い応募方式なんですけど、それがちょっと一番安心だということで、皆さんにね、安心していただける方法、ということで、わざわざちょっと往復はがきにしてるんですけれども、そうなんですね、でそこにですね、参加者全員の住所と氏名と年齢、年齢はですね、お子さんの年齢をちょっと知りたいので、小さい方が来られたら、それなりの、その野外出ていくので対処したいので、小さいお子さんの年齢は特に書いていただいて、で連絡先ですね、電話番号、どうせか郵便を、そこまで書いていただいて、でですね、今から住所を、言いますね、そんなに長くないので、書き取っていただけると思います、郵便番号が、669-1313、三田市福島1091-2、もう一度お願いします、郵便番号が、669-1313、三田市福島1091-2の、三田市有馬富士自然学習センター、ウィークのセミナー早春の生き物探し係までお願いします、で締め切りがですね、3月12日の木曜日になっていますので、この時までに応募していただければと思います。そうです、で先ほどおっしゃったように、一家族というか一グループ一つの、そうですね、あのはがきに書き込んでいいわけですね、その方々全員のお名前、そうですね、あの全員参加人数も、一応定員20名にしていますので、分かりました、そのあたりが分かるように、そして特に子どもさんの年齢が、動きのいろいろなことにも考慮されるので、子どもさんの年齢、保護者の方はもう大丈夫ですね、大丈夫です、分かりました、そしてご自身の連絡先、割とね、プレゼントのご応募もご自身の連絡先を、書き忘れる方がありますので、そうです、当日急にこう大雨で中止とかの時に、やっぱり連絡する必要がある場合がありますので、ぜひこちらの方も、3月12日もうあと少しありますのでね、皆さんとご相談になられて、今日ご紹介いただいた日本アカガエルのオタマジャクシ、それから霞山椒魚の幼生を観察するセミナー、来月3月22日行われるということでお申し込みください。その他の有馬富士学習センターでもいろいろとありますね。そうですね、もう3月になると春休みになりますので、本当ですね、もうその他のイベントはもうたくさんいろいろありますので、学習センターの、ホームページだったりとか、広報誌のですね、伸びゆく三段にもたくさん掲載されてますので、ぜひそちらを、ご覧いただいたらと思います、関心の高い方はもともとね、チェックされてるかもしれませんが、特に春休みに入りますのでね、ぜひご覧になられて、子どもさん同士の参加、当日参加可能なのもね、いっぱいありますから、ぜひ見つけていただきたいと思います。今日は障害学習支援課から学習指導員の中峰さんにお越しいただきまして、いろいろと楽しい催しなども行われます、そして年間のメンバー募集もございました。お話をゆっくりお伺いしました。どうもありがとうございました、ありがとうございました。この時間は有馬富士自然学習センター剛くん情報をお送りしました。有馬富士公園の驚き発見いっぱいの自然情報、楽しいイベント展示情報などお届けしてきました。次は3月18日の水曜日午後3時10分からお送りしますので、次回もぜひお聞きください。